いや、こんにちは。髪切ってもらった。髪の毛切ってもらいました。よかった。おっちゃんめっちゃいい人やった。今何時や。あんまりモンスター飲んだら下痢すんねんけど、モンスター買うわ。でもそれでも買うのをやめれません。モエナ中毒です。そんで、まあ鍵盤ライフをするか何するか分かんない。何も分かんないよ。もうなんか脳みそがバルファルクになってきたわ。ずっと弾いてたから。やっぱりずっとアタックしてると、あの、洗脳されるんだよね。アタック洗脳。まあ、そんなもんだね。なんでも。やっと一人来たよ。もう家に着いちゃったぜ。髪の毛切りました。おっちゃんめちゃくちゃ達人やったわ。あの理容師、いい理容師見つけるのうまいね。うまい。乾杯。見学見ながら髪切ってもらってた。あれ、音が鳴らない。レイ KP、 何これ、キノコ。乾杯か。あ、乾杯か。キノコに見えた。ビール瓶やった。乾杯や。ありがとうございます。乾杯。ビール。これはモンスターっていう、なんかあれ、マザイっていうやつ、コーヒーの代わりですね。
鍵盤ライフもいいけどさ、なんか歌おうかな、なんか歌おうかな、これもいいけどさ、なんかいい曲ないかな、何やったっけ、歌います歌います。これ画面が縦モードとかさ、なんかもう分からねんな。前もさ、なんか横で配信してるつもりやったら全部縦になってたしさ、縦モードやな今は。バースデーイブ歌おうか。バースデーイブいいとか、あ、ヨーデルとかいいかも。ヨーデルはむずいです。二人だけの聖なる夜、日常の果てに詰めて、天空から降り注いだ火の雨祝杯を、一度切り立ったつながりだけが古い歴史から腐り立ち切るから、輸入はこの感覚は遮断されても聞こえるよ、愛入はその世界へと、僕らはこれから旅立つ。ボケをかまして爪痕残していきますよ。ありがとう。僕はコメントして宣伝したりして人を呼ぼうと思う。ありがとうね。また来てね。人としての負荷を抱え、歌いますや。しも叶うなら平らけんハードウェアからも首ひとき放つよ、君から抜け出して聖戦へと飛び立つよ、朝日浴び新しい誕生日のイブ迎える。面白い曲でしょ。僕もすっきりしたね、頭すっきりしたわ。やったぜ。ずっと昔から変わらなかった歴史の殻へと、くさび打ち込むから、今はこの感覚は遮断されても聞こえるよ、世界へと僕らはこれから旅立つ、から抜け出して地平線へと飛び立つよ、朝日浴び新しい誕生日のイブ迎える、うっていう曲みたいです。
誰も来ねえじゃねえか。まあとりあえず終わるわこれは。